ディラン・トマス、ディラン・マーレイス、トマス、ディラン・マーレイ・トーマス、1914年10月27日から1953年11月9日は、ウェールズの詩人及び作家。ディラン・トマスは、海沿いの町であるスボンジーで生まれた。英語の学位を持つ作家である父デイビッドは、ディランを母語のウェールズ語ではなく英語で教育させた。ミドルネームのマーレイスは、 銀遊詩人でユニテリアン派の牧師であったおじいのギウィリム・マーレイス、グウィリム・マーロス、本名はウィリアム・トマスから取ったものであった。トマスは男子校のスボンジー・グラマースクール、現在のビショップ・ゴア・スクールに通学した。彼の父親は同校で英文学を教えた。ディランが初めての作品を発表したのは同校の学校誌であった。彼は一年半の通学後、 リポータータになるたた。め16歳で学校を去ったトマスの幼年期の大半はスボンジーで費やされ、夏になると彼はカマーゼンにある母親の実家の農場で過ごした。田舎での生活とスボンジーの街での生活の対比は、彼の多くの短編や、ラジオエッセイ、代表作である、ファーンヒルの中から伺える。 トマスはその品のおよそ半分と多くの短編小説を家族と共に暮らした極エムダンキンドライブの成果で執筆した。アンドデスシャルハーブノードミニオンはそこで執筆された最も有名な作のうちの一つである。最初の詩集、18ポアムズは1934年11月に出版され、彼は最も刺激的な若い英語詩人の一人となった。 1937年にトマスは、ケイトリン・マクナマラ、1913年から1994年と結婚し、彼らは3人の子供を設ける。1939年1月に、最初の息子、リー・ウェリン、2000年死去が生まれる。1943年3月には、娘のアーロニー、1949年7月には、息子のコルム・ガランが生まれている。 ケイトリンとのハネムーンは、知り合いの経営するホテルがあるコーンウォール・マウゼルで、過去た。トマスは、アメリカ合衆国でのプロモーション旅行中の1953年11月4日、ニューヨークのホワイトホースタバーンで、過度の飲酒の後に倒れ、5日後の11月9日、セント・ビンセント病院で死去する。39歳であった。その死因は、肺炎と、 脳及び死亡肝に対する圧力が要因であったと記録される。彼は死の直前、僕は18杯のストレートウィスキーを飲んだ。これは記録だと思う、と言い、リズ・ライテルに対して愛している。でも僕は孤独だと語った。死後に彼の遺体はウェールズに返され、彼が最も幸せな時期を過ごしたラーンの村の墓地に埋葬された。 1994年には妻のカイトリンが死去し、彼の隣に埋葬された。ディラントマスは英語で執筆を行う最も偉大な20世紀の詩人のうちの一人として見なされる。彼は現在もアングロウェールズ文学の大一人者である。彼の作品における鮮明かつ空想的なイメージは20世紀の詩文学会においては否定される傾向にあった。 同時代の作家たちは政治的、社会的で深刻な問題を取り上げたが、トマスは感情と情熱に従い、その作品は多くの場合激しく、個人的で猛烈に感傷的であった。トマスはあらゆる面において、同時代の詩人に比べよりロマンチストであった。彼の短編小説は詩を拡大したもので、最も有名なものは1940年に発表された。 半自伝的作品、ポートレート・オブ・アン・アーィスト・アズ・エイ・アング・ドッグであった。1960年代に活躍し、数々のアーティストに影響を与え、ノーベル文学賞を受賞したボブ・デランの名は、彼の名前から取られた。後に、カード・マー・ボーイズとして知られた、トマスのサークルには、作曲家で幼少時からの学友であったダニエル・ジョーンズ、詩人のバーノン・ワトキンス、 芸術家のアルフレッド・ジェインやマービン・レビが加わっていた。彼らはしばしばコーヒーショップで会合を行った。トマスはイギリスのロマン派詩人であり、サンデー・レフェリー氏の編集人を務めていたビクター・ベンジャミン・ニューバーグの目に留まり、ロンドンに招かれ有力な文芸評論家に紹介された。彼はラジオ劇のアンダー・ミルクウッドや、 ドノット・ゴージェントル・イン・トゥ・ザット・グン・ナイといった詩によって知られているが、それらは死に際した自らの父親への短眼と短編小説の A ・チャイルド、エス・クリスマス・イン・ウェールズやザ・ウティングの本案として解釈されている。また、C ・ W ・ニコルが7から8歳の頃、ウェールズにいた母方の祖父のジョージ・ライスの知り合いで、学習障害に悩んだ少年ニコルを励ましたことがあった。 小さな反逆寺、トマさんより、トマスの最も有名な一節、ドノット・ゴージェントル・イン・トゥ・ザット・群内にちなんだ記念物が数多く作られている。彼の故郷スボンジーを訪れた観光客は、ディラントマス劇場とディラントマスセンターを訪れることができる。校舎は、以前町の祭事場であったもので、現在は文学記念館として展示会や講演が行われたり、 毎年ディラントマスフェスティバルが開催される。また他に、彼が幼年時遊んだ、カムドンキン公園には、記念碑が建てられている。その石踏みには、彼が最も愛した作品の一つ、ファーアンヒルの一節、お、oh, I was young and easy in the mercy of his means, time held me green and dying, So s I ぞう i い、my chains in the sea が刻まれる。また、ラーンの自宅、 ボートハウスも記念物である。スウォンジーのパブのいくつかは彼との関係を示している。スウォンジーの最も古いパブのうちの一つ、ノーサインバーは彼の小説、ザ・フォロワーズにちなんで、ウィン・オーバルツと改名している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。